一度でいいから最前列で見てみたい。うん、絶対にいつかね最前に来れる時が来るよ。こんばんは。こんばんは。今日仕事だった。お疲れ様です。今日立ち祭で最高に楽しかったです。よかった、ありがとうございました。いっぱい見えましたよ。釣り竿どうぞね。釣るよ。釣らないとね。釣ってくれ。じゃあ物理的にちょっと違うと思うけど、釣ってあげる。餌は何ですか？なんだろうね。餌はなんだろう、分からん。アイス、これユーハが釣られるものか。アイスそうだね、みんなを釣るための餌じゃなくてユーハが釣られる餌ですかね。そうですよね。フェイスシールドで見づらいので4列目くらいがいいかな。あ、そっか、そうそう、フェイスシールドあるんだよね、1列目ね。今日はおじやメンフェスに参加してからの劇場でした。おー、ユーハも行きたいんだよね。なんか全部美味しそうなんだけど、どうしようかなって思って悩み中、今。あ、テロップつける。そうだ、でもどうしようかな、何にしよう。あ、そうだ、イヤホン見つけました。あの急にだけどね、ごめん汚いけどイヤホンを見つけました。なのでカラオケはできます。だけど時間的にね微妙だよね。でもまあまあまあ、まさかあんな近くでゆはちゃん見れる日が来るなんてびっくりした。もうちょっとじゃないね、とっても近くにいましたよね。嬉しかったです。早く公園入ってきた村さんを見たいです。ぜひ見に来てほしい。ラーメン部楽しみです。皆さんラーメン部の予告の動画見ました？あれはもう楽しみでしかないよね。気になるでしょ。気になるよね。気になっててね。そう、27日ラーメン部のイベントもあるのでね、楽しみだね。申し込んだ、ありがとうございます。楽しみだね。もう応募できないよね、確か。できるかな、分からん、どうなんだろう。ラーメン部気になりすぎてリアタイしようかね。でもほんとそのくらい気になるよね、あの感じ。わかる。あ、明日の12時までだそうですよ。まだまだ間に合うみたいです。ちょっと今待ってね。ちょっと待って、テロップ考えないと。どうしよう。スマホがない。
スマホがないです残念。スケッチブック大量に届いた。あのね、プレゼントがねまだ受け取れてないの。早く受け取りたいんだけど受け取れてなくてさ、まあスマホないんだけど。いやたん好きありがとう。スマホないなんで置いてきたのかな。まあいっか。あ、あったありましたあったあったあったよ、よかった。ありました。すいません、お騒がせいたしました。え、ちょっと待って、テロップつけるね。どうする、何がいいかな。公演終わりました。公演終わりましたでいいかな。アイドルの自撮りの背景そう、今日のね、今日の MC はもう NGT48 ファン北村優派を前面に出していった MC だったんじゃないかなって思う。めっちゃファンだった今日。でもね、なんかめっちゃ喋れたから今日は、今日はね調子良かった。しゃべり楽しかったです。あ、バラありがとうございます。そう、ユーハならではだね。そうなんだよね、確かに。そうなんだよね、ちょっと分かんないけど、うん、今日スムーズだった？よかった。うんね、でもね、そう、結構そのファンの方にメールでアドバイスいただいたりとかしたりして、あの MC はそう、なんかね、なんだろうね、喋れた今日は。とりあえず本当ありがとうございます。キーホルダー NGT ショップで販売ないかな。うん、あれじゃないかな、劇場では売っているよね。あれか、オンラインか、オンラインショップでも売ってほしいね。そう、今日からね、なんて言ったらいいんだろう、初日の記念キーホルダーみたいな感じのグッズが販売されました。そう、このね、今日いただいたんですよ、私たちも。これをね、これを中に入れてキーホルダーにするの、かわいいんですよ。裏黒板で、初日のちゃんとユハたちが書いたやつ、かわいいんですよ。そう、サイズ感は比較するものがあるな。
どうしようかな。あ、じゃあ普通にこれにしよう。そう、これもいただいたんですけど、このいつもの公園の写真、そう比べたらこんな感じ。あのね、名刺サイズかな、多分。あんまり小さすぎ、そう、大きすぎず小さすぎず、そうそうそう、そんな感じでございます。ハートありがとうございます。そうですね、はい。ゆあちゃんのいつも黒板かすれてる気がする。え、なんかさ、そう、あのね、そう、初日の時もファンの方からそのメールの返信で、ゆあちゃんの黒板かすれてるって、多分ファンの方わかんない、なんかどんどん多分かすれてってんのかな、場所があれなのかな、そう、かすれてるみたいで、でも多分ね、あれは時を経てそうなっているのだから、まあそれも味だと思いますのでそうなんだ、今日もかすれてたのかな、場所がいつもあれか、みんなが当たっちゃうところなのかなまあじゃあユーハのサインをみんながね触れてるっていうことでいいんじゃない、みんなユーハの粉に触ってるんじゃない、ユーハの粉わかんないけど、ユーハのねところに触れていってるから、あのめっちゃラッキーだと思って、誰かわかんないけどもがかすれてた、そっか、なんでだろうね、不思議だね。なんかさ、うーん、何しようかユーハの子なあれじゃない、あのさ、妖精の粉だよ、飛べるようになるやつ、ウインクして、どうしよう、カラオケする？なんかね、充電があるのかわかんないんだけどね、ないかもしれなくて、沼から抜け出せないので助けてください、ハマったままでいいです。あ、バラありがとうございます。公演楽しかった、よかった、ありがとう。こんばんは、こんばんは、北村さんかわいい、ありがとうございます。照れます。あ、待って、みんなに見せたいものがあるんだ。あのさ、今日メールでは送ったんだけど、今日ダースを買ったのね、ダースを買ったんですよ。で、ダースを普通に食べようと思って開けたのね、開けたらね、なんか開けたらここに丈夫って書いてあって、なんだ丈夫ってなんだって思って、丈夫って何って思ったら、そう、見て見て、大丈夫ダースって書いてある。めっちゃさ、めっちゃほっこり、意味わかるかな、ここさダースだったんだけど、開けるとね台になって、ここに丈夫がつくのね、でここにね大丈夫ダースって書いてあってね、あーユーハのこと救ってくれたダースって思ってめっちゃちょぴっとのあのあれなんだけど、すっごいなんかこれで一気に元気が出ました。すごいな、すごいな、お菓子、そういうことです。あ、それだけ言いたかった。ちょっとさ、充電確認しにしてもいい？ごめんね。
ょっとカラオケは無理かもしれない。どうしよう、カラオケしたかったけど。いわちゃんかわいいダースありがとうダース。ホワイトチョコ好きなのかな。うん、なんだろう、今日はホワイトチョコの気分でホワイトチョコ買ってみた。なんでも好きですよね。充電ね、ごめんね、 20% しかなかった。あのね、出かける前に自分がすればよかったんだけど忘れちゃって帰りに頼んだんだけど忘れられてて、今は充電しながらやってるの。悲しい。え、じゃあさ、この前あのね、メールでカラオケ配信する時のリクエスト取ったんだけど、今ここでもリクエスト聞こうかな。その方がなんか気軽でしょ、気軽に送れるでしょ。カラオケ配信のリクエスト、メール取るかな。おー、本当にありがとうございます。今日ね、あれだ、まだ今から登録すれば間に合う、あのね、ゆははね、今日ね、ちょっとメールを、あ、毎日メール送ってんだけど、今日はあのあれです、いい踏みの日だから、その手紙とか言葉とか文字とかのメールを送るんだけど、まだ送っていないので、この配信が終わったらすぐくらいに登録してくれるとちょっといいものが届くと思います。配信じゃなくて、配信じゃなくて、なんだっけ、あ、リクエストじゃなくてカラオケのリクエスト聞きます。いいよ、どんどん言ってください。あ、ちなみにこの前多かったのは、この前来たやつパーン、あ、言わないでしょ、やっぱり今度なんかちかなさんみたいにさ、あんなに大々的にはできないけど、一人で歌う公演、なんかソロでセットリスト組んでやりたいな。アート型ウイルス初日、初日二人せぞ、うん、なるほど、心に対応、技巧で強き者よ。あ、もうこれ全部画面録画してこうやりたい。いっぱい歌いたいんだよね。だからね、なんかたっぷり時間取れるときに歌いたいの。いっぱい歌いたくなっちゃうから、あの一曲で我慢できない人だからさ、一曲歌ったら全部歌いた、なんかいっぱい歌いたくなっちゃうから、
すとき情熱の電源、翼はいらない。ペダルと車輪と来たちマルキー永遠プレッシャー。いっぱいやりたいのある。天使の尻尾前のめり、彼女になれますか、制服の羽、不器用太陽。不器用太陽いいよね。緑と森の運動会。ユーハはじらしの技を覚えた。ディアマイティーチャー。ディアマイティーチャーね、今日ね、カメラ目線をしようと思ってしたんだけどさ、できてたのかな。サステナ。ハッシュタグ好きな。待って、やっぱりこれはさ、メールでさ撮った方がいいかも。収集つかなくなってきたぞ。あ、待って、いいこと考えた。いいこと考えました。こうすればいいんだな。今ね、撮ってる。あ、カメラ目線できてた？あ、よし、オッケー。バレた？配信、そう、あのコメントを取っといた。書ききれなかったから。そうなの、今日ね、ディアマイティーチャーでウインクしたんだけど、気づきました？わかんない、ウインクは気づかれないか。なんかでもカメラ目線をしようと思ってカメラを見てみた。どうだったかな。ハートありがとうございます。今日は寝落ちして削除しないでね。頑張ります。あ、頑張りますってか大丈夫だよ、多分大丈夫。うん、多分気づきました。本当よかった。定点では見えなかった。そうだよね。見えないか。見えないよね。うん。肉まんかな。かわいい熊の。かわいい。ありがとう。ウインク練習の成果が出た。そう。やってみました。ベッドで寝てね。ありがとうございます。ベッドで寝ます。多分、そう、多分自分が寝落ちしそう。夕飯の配信が終わるまで起きててほしいな。今後夕飯注目しないと。ぜひよろしくお願いします。注目してください。かわいい、ありがとうございます。星の温度のカメラ目線はやらないの？ちょっとまだ私たちにはもうちょっとわかんない、やるかわからないけど、今はまだやらないです。
でもあれめっちゃ先輩のあれめちゃくちゃ好き。見るたびにみんながいろいろ工夫してるのがね、どん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 みんなでよくしていってる。そう、ハードル高いんだよね。ちょっと難しい。あ、ルアちゃんやってる？そうなの？そう、なんかいや、まだやんない方がいいかなと思ってやってない。どうしよう、やっぱり歌いたくなってきたけど、充電がなくなって落ちたらさ嫌だよね。歌いたいけど歌う曲もわからないからやっぱやめた。まあでも歌いたい。いはちゃん、かえりさん、かえりちゃんぽじだ。そうね、かえりさんのところなんですよね。こんばんは、ありがとうございます。こんばんは。三期生公演楽しい。やった、よかった、ありがとう。そう、時間配分むずいんだよね。なんかこの前さ2時間くらい配信したじゃない。すっごい良かった、すっごい良かった。伸び、なんか何も気にせずにやって楽しかったです。別にいつも楽しいんだけど、何も気にしなくて良かったから良かった。うん、肉まんありがとう。かわいいね、クマの肉まんだ。今日朝肉まん食べました。そう、2時間あるってね。2時間あるとさ、そのゆはがやりたい一人で一人ライブもできるんだよ。あの時イヤホンあればよかったよね。ねえ、本当にごめんなさいね。あ、初見の方ありがとうございます。こんばんは、ありがとう。ぜひ見に行ってく、見に行ってください、見て行ってください。お昼に肉まん食べました。お揃いだね、やったね。今日客席見てたのよく分かって、わあよかった。そう、今日はそのなんていうんだろう、なんかね、いつもずっとカメラで見たときに、なんかすごくツアーの時から目線が下にあれ行ってるように見えた。目線が下、なんて言うんだろうな、なんかそうパッとして見えなかったから、どのくらい前を向いてればいいんだろうなと思って、結構ずっと今まで前を向いてたんだけど、今日はその最前列に座ってくださってる方から後ろの方までいっぱい見れたんじゃないかなって思います。でもね、なんかね、上手と下手の方に目線を送るのがなかなか難しくて、体の向きをさポッて変えないと見れん。なんかもうやり方がよくわからん、まだわかんなくて、そこはあの研究あるのみだなって今日思ったから、こう錯誤してみます。よかった。そうね、慣れだよね。そう、なんかさ、言い訳になっちゃう、言い訳にもなっちゃうけど、なんかここにいてみんなが周りにいて一人でこっちを向くってさ、なんかあんまり全体で見た時に見栄えが良くないのかなとかも思って、
難しいなって思った。なんか顔だけこうもなんかさ難しい、うん、難しいからね、その見え方とかもいろいろ考えてみて、ちょっとどうにかね、その上手下手の方も方にも見れるように、目線をくれるように頑張ります。難しいな。ハートありがとうございます。そこは先輩に聞いてみて。そうだね、先輩に聞いてみる。 DMM にもよろしくお願いします。そうそうなんです、私はカメラ目線がね全然できてなくてね。でも一つ一つ課題をクリアしていきたくて、あの一気に同時進行ができない人間だから、一つ一つあのクリアしていけたらいいなって思う。成長してる？よかった、それでいい、ありがとう。もうみんな優しすぎるよ。ありがとう。何分だろう、50分か。煽りも良かった。あ、そう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 、煽りをやったんです今日は。 NGT48 のイントロでちょっと噛んじゃったんだけどね、悔しい、めっちゃ悔しい。うん、今日良かったと思います。剣買いたくなった嬉しい、ありがとう、ありがとうございます。ぜひね、いつでも待ってますのでてくださいね。そう、あと今日なんかわからないけど、気のせいかもしれないけど、水色水色のペンライトが多かった気がする。すごくたくさんの人が振ってくださってた気がするの。多分気がするんじゃなくて、そうなんだ、そう、なんかみんなに言われた。嬉しかったです、とっても嬉しかった、嬉しかったし、やっぱりなんかさ、なんでかわからないけど水色の塊ができるんだよねなんでだろうね、塊で水色がいるの。あ、水色集団がいるなんて嬉しい、とっても嬉しいです。塊、そうそう、そうなんだよね。皆さんもお気づきでしたかね。待って、水たまりじゃ水たまりじゃないよめっちゃ、でもなんか水たまりだ、確かに水たまりだよね、水色いっぱいでねうん、ありがとうございました。これからもいっぱい振ってください、水たまり作って、羽だまり、あ、それも、いや今突然思い出したことがある。あのさ、ラーメン部のロケで作ったさ、羽玉をね、みんなに見せようと思ったんだ、思ってたのにさ、今手元にないです。だいぶ前から、そうそう、それ見せようと思ってたのだ、めっちゃ忘れてた。次回に期待でお願いします。めっちゃ可愛いんだよ。うん、毎度手元に何もない、本当にそうなんです、ごめんね、毎度なくて、ちょっと次回に、
次回お願いします。今壇上読んでさ、落ちてもいいようにカラオケする。でも今何歌おうか悩んでる。読むね、壇上。じらしのテクなのか、テク、うん、勝手に、あ、なんか本能でじらしてます。じゃあ壇上読みますね。13位けいやさんありがとうございます。12位まえまえさんありがとうございます。わお、ちょっとごめん。11位ダンヤさんありがとうございます。10位ノーネームさんありがとうございます。9位イチョルさんありがとうございます。8位ヒデヒデさんありがとうございます。7位いいちずさんありがとうございます。6位やへいさんありがとうございます。5位タメちゃんさんありがとうございます。4位中村んだいじゅ水道橋博士さんありがとうございます。3位りょうたさんありがとうございます。2位早風さんありがとうございます。1位ギバさんありがとうございます。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとう。あ、そうそう、本能でじらしてます、すいません。よし、一曲歌うぞ。いけるかな、何しよう、悩む。どうしよう、めっちゃ悩むな。めっちゃ悩んでる時間ないんだよね。でもウィンクしていいよ、悩んでる時間はないよね。そうだよね、そうですよね。どうしようどうしよう、え、どうしよう。うん、直感でいこうかな。そうだね、直感でいきます。うわ、直感でいけないんだ。いや、時間ないから早く早く。絶対時間ないよ。サッカー始まる？あ、そうだよね、サッカー始まっちゃう。え、待って、なんで？バイバイ、おやすみ。あ、待って、あれ、あれ、どうやる。